カしまし、ガールミーツガールは月刊コミック電撃大王にて2004年から2007年にかけて連載された赤、堀悟る原作、桂ツラ遊ぶ星丸作画による漫画作品である。当初よりメディアミックスを前提としており、テレビアニメ化、テレビゲーム化などがなされている。キャラクター原案は犬すくね、制服デザインはコスパ。 突然男から女になってしまった主人公とそんな主人公を取り巻く二人の少女との三角関係を描く恋愛ストーリーである。キャッチコピーは女の子になっても僕は彼女が好きです。外見で言うと百合であるが主人公の気持ちはあくまで男である。主人公が男から女になる設定は赤堀のアイデアによる。タイトルの鹿島氏は女三人よれば カシマシーより来ている。ガールミーツガールはお決まりの典型的なを意味する英語の慣用句、ボーイミーツガールの文字儀である。単行本は電撃コミックスより前後巻が出版。2006年1月11日よりテレビアニメ化。また、同年1月10日に駒尾雅子著作の小説版が電撃文庫から出版され、3月30日には、 プレイステーション2用ゲームソフトもマーベラスインタラクティブより発売された。セブンシーズエンターテインメントより刊行されている北米版単行本やメディアブラスターズより発売される北米版 DVD ではカシマシガールミーツガールと表記される。ただし日本国内での正式な英字表記はカイス IMASY、ガールミーツガールである。主人公であるおさらぎはずむは 幼馴染みであるクルス泊まりの励ましで、片思いの相手である、上泉康才に勇気を振り絞って告白したものの、その告白は拒絶されてしまう。近所の鹿島山に一人で登り、昇進を癒そうとしていた、はずむだったが、巨大な宇宙船の墜落に巻き込まれてしまう。宇宙船に乗っていた宇宙人は、地球人に対して自分のミスを浴び、ハズむを治療したことを告げる。 しかし同時に、その治療の過程で弾むが女になってしまったことも告げる。そして、この変化はもはや修正不可能だという。女として学校に通うことになった弾むだが、一度は告白を断ったはずの安才は、弾むに対して積極的にアプローチをかけてくるようになる。そして止まりも、 そんな二人の様子を見ていて弟分だと思っていたハズむに対して自分が抱いていた本当の気持ちに気づく。こうして三人の少女たちの奇妙な三角関係が始まった。サイドストーリー的な役割を持つゲームとドラマ CD を除けば本作はコミック、アニメ、小説と三つのメディアにわたって展開されている。基本的な設定は共通しているものの内容は 全くの別物であり、それぞれ結末も異なる。主要キャラの性は、おさらぎ、神、クルスマリアゾロアスター、さらにゲーム版の8部、観音と宗教に関連するネーミングとなっている。名前は、弾む、止まり、野菜、歩き、ジャンプうなど、動詞の文字りである。物語の舞台であるしかしましは、東京都であり、茨城県鹿島市や、 佐賀県鹿島市がモデルではない。中振り仮名もしくは音声によって読み方が確定しているもののみ、読みをつけている。月刊コミック電撃だように2004年7月号から2007年5月号まで連載されたほか、特別編が電撃帝をボリューム6からボリューム11にかけて掲載された。単行本は電撃コミックスより前後間。 2005年2月15日初版発行。ISBN4 から8402295542005年10月15日。初版発行。ISBN4 から8402318502006年3月15日。初版発行。ISBN4 から8402336672006年11月15日。初版発行。 ISBN4 から8402362912007年6月15日、初版発行、ISBN978 から4から8402390422006年に、テレビ、東京系列6曲と ATX で放送された。アニメの第1話には、オープニングなどもなく、意図的にエンディングまで BGM を一切使用せずに、制作したと明かされている。 全13話だが、第13話は2006年10月27日に発売された DVD 第7巻のみに収録されている。テレビシリーズの最終回で、主人公が、あのね、と言ったところで t v 放送を終わらせ、その後の展開を OVA に続けることで、DVD の販売へとつなげる手法が取られた。この手法は、ネット上で、あのね、商法と呼称され、 現代用語の基礎知識2008に収録された。t v b 放送最終回の時点で、ヒロイン3名の三角関係については決着がついているが、未放送分の時点で、ヒロイン3名の関係が大きく変化するため、未完であるかどうかは論争のあるところである。DVD 版では、すべての話に主演声優によるオーディオコメンタリーが付けられているが、物語にこだわることなく、 女性声優の鹿島し,しい話が続く。この作品の1話が、堀江ゆ衣の初コメンタリー。全話を通して、上田かな、堀江ゆ衣、田村ゆかりが出演。第7.8話に、浅野雅美。第9 1例話に、新谷良子がゲストとして加わっている。プレイステーション2用の恋愛アドベンチャーゲーム、鹿島市ガールミーツがある、初めての夏物語。 が2006年3月30日にマーベラスインタラクティブから発売された。ゲーム内容は優柔不断で他人を傷つけることが嫌いな弾むの性格を表現するカシマシステムが実装されており、通常の恋愛アドベンチャーゲームでは目当てのキャラクターだけと親密になるようにすれば個別のエンディングとなるが、本作の場合は他のキャラクターを傷つけるようなことをしてしまうと弾むの、 テンションが下がり、目当てのキャラクターと仲良くしていても、親密度の上がり幅が小さくなってしまう。目当てのキャラとのエンディングを迎えるためには、他のキャラクターと仲良くなりすぎない程度にして、テンションを保ちつつ、目当てのキャラクターとの親密度を上げる必要がある。宇宙人の宇宙船との事故でハズムが男から女になってしまってから、初めての夏休み。ハズムたちは、 担任教師である月並子の提案で、熊野の湯の山村へ一週間の旅行することになった。その村は、はずむの祖父母が住み、男の子だった頃のはずむが一夏を過ごした思い出の地でもあった。原作の登場人物については、主要登場人物を参照のこと。オープニングなぜなに、恋愛聞いてみよう一秘密の花園ジャンプー、真昼の決闘ですなぜなに恋愛聞いてみように恐怖。 あゆきの実験室弾むメイクアップ。なぜなに、恋愛聞いてみよう参加ましましなみこ。心の授業エンディング道シるべ9月某日。安さい。かしまし、ガールミーツガール、初めての夏物語。に関するカテゴリー。ありがとうございます。